アナ・ハリエット・リオノーンズは、アングロ・インディアン、すなわち、イギリス領インド帝国生まれのイギリス人気候作家、教育者、社会運動家。ラッタナー公人王朝でラーマ4世の子供たちの、教師をしていた経験を描いた、ザ・イングリッシュがバナス・アット・ザ・サイアミーズ・コートに始まり、回顧録の書籍で知られるようになった。リオノーンズについては1944年のマーガレット・ランドンによる、 ベストセラーのフィクション小説、アンナとシャム王、及びこれを元にした1951年のロジャースハマースタインによるヒットミュージカル、王様と私を筆頭とする映画やテレビなどでよく知られている。リオノーンズはイエメンのアデン、オーストラリア、シンガポール、アメリカ合衆国、カナダを転々とした。カナダでは、ノバスコシア美術デザイン大学の共同創始者となった。 1829年3月15日、インドのターネーへにて、母となるメアリー・グラス・コットは、公平単行局の歌手館で父となるトーマス・エドワーズ、軍曹と結婚した。エドワーズは、ロンドン出身の元ダンス職人であった。父の死後から3ヶ月後の1831年11月5日、インドのアフマド・ナガルチクにてリオノーンズが生まれた。 アナ・ハリエット・エマ・エドワーズと名付けられたが、後に、ハリエットを、ヘリオットと綴りを変え、エマを削除して、アナ・ハリエット・エドワーズとなった。母方の祖父、ウィリアム・ボードレー・グラスコットは、イギリス生まれのボンベイ陸軍第四部隊の士官であった。1810年代、グラスコットはインドに到着し、1815年に結婚したが、妻の名は知られていない。 電気作家スーザンモーガンによると、イギリスの公式記録で判明しているのは、グラスコットの妻はヨーロッパ人ではないということだけである。おそらく、インド生まれで、根結のアングロインディアンではないかとされている。リオノーンズの母、メアリーアン・グラスコットは1815年か1816年に生まれている。成人後、リオノーンズは家族と連絡を取らず、ウェールズのカーナーボーン出身で、 生は、黒報道として、父は、大位と身分を偽った。これにより、根結の子孫であることを隠し、自分の身だけでなく子供たちの身も守ることができると、考えたのである。調査によると、カーナーボーンで生まれたという証拠はなく、リオノーンズが著名な出身者の一人だと考えていた。カーナーボーンの住民は、この調査結果に衝撃を受けた。1845年4月24日、姉。 エリザ・ジュリア・エドワーズは15歳の時に、インドのグジャラート州、バナースカウンター県のインド陸軍第四砲兵隊、ジェームズ・ミラード総長と結婚した。1848年、二人には、娘エリザ・サラ・ミラードが生まれ、1864年10月7日、グジャラート州スーラト県で38歳のイギリス人で、インド海軍所属の公務員、エドワード・ジョン・プラットと結婚した。 1887年11月23日、ロンドンにて、ウィリアム・ヘンリー・プラットが生まれ、後に、俳優ボリス・カールオフとして活躍した。リオノーンズは、彼の大場に当たるが、リオノーンズは、姉の結婚に反対であったために家族とは距離を置いていた。数十年後、プラットの親戚がリオノーンズに連絡したが、リオノーンズはこれ以上連絡をよこすなら、自殺すると返信した。 未亡人となった母、メアリー・エドワーズは後にアイルランドの公平隊員、パトリック・ドナフーと結婚した。リオノーンズとママ父との関係は良好ではなく、後に姉のようにだいぶ年上の男性との結婚を押し付けようとしたとして訴えた。1847年、ドナフーはアデンの公共事業の補助監督人に配置外となった。 他の家族が同行したのかとどまったのかは定かではない。リオノーンズは、東洋学者、ジョージ・パーシー・バッチャーとその妻と共に3年かけて、エジプトや中東を巡ったと語っていた。しかし最近の研究によるとこれは、作り話とされている。おそらくアナはインドで、バッチャーと出会い、旅行についての話を聞いたかリポートを読んだものとされる。1849年末、リンズは、 インドのプネにある実家に戻り、系ーと母の反対を押し切って、幼馴染みで、文官事務職のトーマス・リオン・オーエンズと結婚した。後にトーマスは、リオンと、オーエンズを合わせて、生を、リオノーンズと名乗るようになった。1852年、二人は、おじの WV グラスコットと共に、バークのアリビ号でシンガポールを通り、オーストラリアへ航海した。 シンガポールからの航海は長く、その間リオノーンズは息子を出産して、夫と同じ、トーマスと名付けた。1853年3月8日、西オーストラリア州の海岸近くで、アリビ号は危うく、暗礁に乗り上げるところであった。10日後、リオノーンズ、夫トーマス、息子トーマス、グラスコットは、パウスに到着した。グラスコットと、 夫トーマスはすぐに植民地統治の事務職に就いた。1853年終盤、グラスコットはリントン法務局のある狭く遠いリントンで公立食料倉庫番の職を得た。グラスコットは行政長官ウィリアム・バージェスとしばしば衝突するようになった。3年しないうちにグラスコットはインドに戻って教職に就いたが、1856年に休止した。 リオノーンズは、ミドルネームのハリエットを使用し、女子校を創立しようとした。1854年3月、息子トーマスが13ヶ月で亡くなり、同年後期娘、アビス・アニーが生まれた。1855年、夫トーマスは、リントンで、グラスコットがいた地位につき、一家はリントンに転居した。リントンで、リオノーンズは、息子ルイスを出産した。 1856年後期、夫トーマスは、ウィリアム・バージェスの下で短期間働いた。グラスコット同様、トーマスは、バージェスと衝突したが、1857年に施設が閉鎖されるまで、何とか持ちこたえ、パースの食料倉庫に配置外となり、より上の地位に就いた。1857年4月、リオノーンズ一家は、突然オーストラリアを離れ、シンガポールに公開し、 その後マレーシアのペナン州に移転し、トーマスはホテル経営者の職を見つけた。1859年5月第1週頃、トーマスは脳卒中で亡くなり、5月7日、ジョージタウンにあるプロテスタント墓地に埋葬された。トーマス没後、リオノーンズは未亡人となり困窮した。4人の子のうち2人は幼少期に亡くなっていたが、残った娘アビスと、 息子ルイスを養うために、リオノーンズは、教職につき、シンガポール在住のイギリス人の子息のための学校を、創立した。事業が、軌道に乗るまでの間、教育者としての評判を上げていった。海軍の制服を着用する、ラーマ4世王と後継のラーマ5世、王子1862年、リオノーンズは、シンガポール領事団、キムチンからの依頼で、タイの国王である、 ラーマ4世の妻子へ教育を施すこととなった。ラーマ4世は妻及び内縁の妻39名、子82名に、これまでの宣教師の妻ができなかった西洋の現代、科学教育を施してもらうことを望んでいた。リオノーンズは、アビスをイングランドの学校に進学させ、ルイスを伴ってバンコクに向かった。アメリカ人宣教師、ダンビーチ・ブラッドリーの後継で、 シャム王国の教師となった。1867年まで6年近く、最初は教師として、後に外国語秘書として王国で勤務した。この職は大いに尊敬され、政治的影響力もあったが、リオノーンズは条件も状況も不満であり、王は非常に難しい女性と評していた。1868年、リオノーンズは健康問題のため、シャムを離れ、 イングランドへ向かったが、ラーマ4世の病死後、より良い条件で、シャム王国に戻れるよう交渉した。ラーマ4世は、遺言に、リオノーンズとルイスについて言及していたが、二人は遺産を受け取っていない。新たな王朝では15歳のラーマ5世が、後継ぎとなり、リオノーンズに、温かな感謝の手紙を送った。ラーマ5世は、リオノーンズに、 再び職を与えることはなかったが、長年にわたり、友好的に連絡を取り合った。ルイスが27歳の時、シャムに戻り王国騎兵隊隊員に任命された。ラーマ5世は、王朝での土下座のような兵服の廃止など、リオノーンズが進言した改革を検討した。しかしそれらの多くは、結局父ラーマ4世の方針とほぼ同じものとなった。1869年までに、 リオノンズは、ニューヨークに移住し、短期間スタテンアイランドで、女子校を運営し、ボストンの月間、アトランティック市に、ザ・フェイバリット・オブ・ザ・ハーレムなどの寄稿文を寄せるようになり、ニューヨーク・タイムズがのレビューには、おそらく実話に基づいた東洋のラブストーリーと評された。リオノンズはそれまでの気候文を、ザ・イングリッシュがバナス・アット・ザ・サイアミーズ・コートに始まる2巻文の回顧録に拡大させ、 リオノーンズはすぐに有名になったが、それと同時にセンセーションを巻き起こした。リオノーンズの文章は王室生活に対して批判的であり、常に好意的でなく王に対してリオノーンズの一方的な目線で誇張されて描かれており、現在でも太陽国で議論の的となっている。また奴隷に関する論争や、ラーマ四世が十七年間燥寮で、その後総院長となり、 そして王位についたなど作り話であるとの批判もある。米国、エキセントリック、独裁的な王というリオノーンズの視点はラーマ4世の宗教や食の実態とはかけ離れていると考えられている。リオノーンズはフェミニストであり、ナンハームや王室ハレムなどシャムの女性の従属的立場に焦点を当てて描いていた。リオノーンズは、ラーマ4世は進歩的統治者ではあったが、 後進的な平服や性的奴隷などの監修には非常に保守的であったと強調していた。続編のロマンス・オブ・ザ・ハーレムでは内縁の妻の一人であるタプティムに対する拷問や死刑を含む実証に乏しい王宮でのゴシップをもとにした物語が含まれており、批評からはラーマ4世の実態とはかけ離れているとした。2001年、ヒマゴバドヒシャラムバッドハイジャージャ王女は、 インタビューにおいて、ラーマ4世は大いに着くまでの27年間僧侶の頭巾をかぶっていた。仏教の教えに反する死刑執行などするはずがないと語った。またタプティムは、自身の祖母であり、ラーマ4世の内縁の妻ではなく、ラーマ5世と正式に結婚していたと語った。ちなみに、ラーマ5世には、妻が36名いた。アメリカにおいて、リオノンズは、 公演が人気となり、なんとか生活費を得ていた。マンハッタンの53番通りにあったシルバナス、リード夫人邸定期講座のアソシエーションホール、ロングアイランド歴史協会などの施設において、リオノーンズは、クリスチャン・ミッションズ・ツー・ペガン・ランズ、ザ・エンパイア・オブ・シャム、アンド・ザ・シティ・オブ・ザ・ベールド・ウィメンなどの講義を行っていた。ニューヨーク・タイムズ紙は、リオノーンズの目的は特に、 アジア的女性の運命への関わりなどを宣教師としての使命の啓蒙及び共感であると記した。リオノーンズはニューヨークやボストンの文芸サークルに参加し、オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニア、ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェロー、アンクル・トムの小屋のハリエット・ビーチャース等など講演活動を行う地元の指揮者と知り合った。リオノーンズはアンクル・トムの小屋のハンドレ制のメッセージを シャム王室に持ち込んでいた。リオノーンズは、ラーマ5世はこの本の影響で1868年からシャムの奴隷制を見直したと語っており、1915年に奴隷制は完全に廃止された。一方ルイスは1874年までにアメリカで借金がかさみ、逃亡していた。ルイスは母と疎遠になり、19年間会うことはなかった。 娘のアビス・アニー・クロフォード・コニー・イビアは世界中で旅を続けつつ、ノバスコシア州ハリファックスに19年間住み続け、1878年、スコットランド人銀行家で、スコシア・バンク総支配人トーマス・ファイシュと結婚した。この結婚により、一家の経済危機を脱することができた。リオ・ノーンズは、教職を再開し、1880年10月5日から、 ニューヨークのマディソン街252番地のバークリースクールで毎日9時から昼12時まで教鞭を取った。科学に力を入れた新たな進学校でリオノーンズは広告塔となった。アレクサンドル2世暗殺直後の1881年、リオノーンズはロシアやヨーロッパの国々を訪れ機構文や書籍を発表し続けた。ハリファックスに今日構え、 サイド女子の教育に関わり始め、婦人参政権論者となり、ハリファックス婦人地方議会及び、ノバスコシア美術デザイン大学の創立者の一人となった。19年後、ケベック州モントリオールに転居した。息子ルイスはシャムに戻り、王国騎兵隊に入った。ルイスは、バンコクのイギリス領事、サー,トー・トオマス・ジョージ・ノックスとタイ人妻・プラン・イエンの娘キャロライン・ノックスと結婚した。 ラーマ5世の支援のもと、ルイスは自身の名を冠した貿易会社ルイステー・リオノーンズ株式会社を創立して成功を収め、同社は現在もタイで事業を継続している。1897年、ラーマ5世はロンドンを訪れ、リオノーンズと30年ぶりに再会した。ラーマ5世はリオノーンズに直接感謝を伝えるとともに、書籍に関しては遺憾の意を伝えた。 1915年1月19日、リオノーンズは83歳で亡くなった。モントリオールにあるマウントロイアルボッチに埋葬されている。マーガレット・ランドンのフィクション小説、アンナとシャムオにおいて、リオノーンズの王家での様子が、ハンドレイ制度をテーマに描かれ、アメリカの読者の反響を得た。1946年、タルボット・ジェニングスとサリー・ベンソンは、映画、アンナと、 シャム王の脚本を執筆し、アイリーン・ダントレックス・ハリソンが主演した。1848年、タイの作家セイニー・プラーモートとククリット・プラーモートの兄弟はこの映画を鑑賞して、アメリカの政治家で外交官のアボット・ロー・モファに感想を送り、1961年、モファのバンクとザ・キング・オブ・シャムに引用された。1961年、モファは、 アメリカ議会図書館にプラーモート兄弟の写本を寄付した。ランドンは19世紀なカバーのビクトリア朝の風変わりな女性旅行者というリオノーンズのイメージを作り上げた。1951年、ロジャースハマースタインによりヒットミュージカル王様と私が制作され、ガートルード・ローレンスとユルブリンナーが主演し、ブロードウェイで1246回上演され、 ロンドンやツアー公演でもヒットした。1956年、映画、王様と私で、デボラカーが、ビオノーンズ役を演じ、ブリンナーが、王様役を再演した。1985年に、ブリンナーが再演するなど何度も再演されており、舞台好きの観客のお気に入りの作品の一つとなっている。王様がポルカを踊る独裁者として、ユーモラスに描かれ、 アンナと互いに惹かれ合うなど、太陽国では無礼であるとの非難が起こり、ロジャースハマースタインによるミュージカル及び映画王様と私は,は政府により禁止された。1946年のレックス・ハリソンがシャム王役を演じた映画アンナとシャム王は太陽国で公開された。しかし、イギリスから独立したばかりのインドでは西洋人に侮辱される東洋の王像は、 許容できないとして禁止されていた。1950年、大政府は改めてこの映画の上映を禁じた。ただし、書籍のロマンス・イン・ザ・ハーレム、アン・イングリッシュ・ガ・バナス・アット・ザ・サイアミーズ・コートは禁じられていない。これら2冊は、太陽国のユーモリストの作家オブ・チャ・イバスにより翻訳された。1 9六十年、ラーマ四世のひ孫ラーマ九世がアメリカを訪れた際、 側近はミュージカルのレビューを集めたがラーマ4世の描き方は90%誇張である。総祖,祖父はとても穏やかで素晴らしい人だったと語った。1985年、ラーマ9世の妻シリキットがニューヨークを訪れた際、ブリンナーの招待によりブロードウェイにてミュージカル王様と私を感激した。当時の在米大大使は 作品が受け入れられない理由は他にもあるとして、エスノセントリズムでシャムという国が子供じみているという侮辱が見え隠れしており、西洋より低く見られていると語った。1972年20世紀フォックスは CBS でミュージカルでないテレビドラマ、アンナザ・キングを制作し、サマン・サイッカーがリオノーズ役に配役され、ブリンナーが王様役を再演した。ランドンは、 自身の作品を不正確で尻滅裂な描写にされたとして著作権侵害で制作側を訴えた。この連続ドラマはヒットせず13回で打ち切りとなった。1999年、ワーナーブラザースアニメーションからミュージカルの曲を使用したアニメ映画、王様と私が公開された。同年、リオノーンズの複数の書籍から映画化したジョギホスターとチョー、超ユンファシエンの アンナと王様が公開された。あるタイの批評家は映画制作者はラーマ4世をカウボーイのように描いていると批判しており、この映画もタイでは禁止されている。ポール・マーロウの小説、ナイツ・オブ・ザ・シーにおいてリオ・ノーンズが登場しており、1887年の補欠選挙での女性参政権運動でハリファックスからバディックに向かう女性として描かれている。 ありがとうございます。